第39期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原奈央です。そして解説には A1 リーグ一つ石井プロにお越しいただきました。一つ井プロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第8節2回戦当杯の開始です。立ち合いに藤原貴弘の合図によって2回戦開始されました。じいちゃから山田、なんちゃ猿川、シャーチャ白鳥、ペーチャ今野の並びです。ドラがいいピン。1回戦とても早い展開で、はい、8局麻雀ぐらいのね、99杯がなければ無料分が短かったですね確かにちょっと延長したいですね山田がノーホーラーでしたか。そう、局数そうですね、そして猿川も最後3走数走どちら選ぶかというところ で最後は白短期のリーチをね選んでたのもちょっと猿川さんらしいですが、はい、ですね、あーすごい順安高白統一。そして白鳥は決めて 6-4 からのお一人転敗で、はい、ストップで終了という展開でした。ポイント的にはどうですか。そこまでまだまだそうですね、意識するポイントではないですね、はい。これ2半ぐらいつけたいですかね、他に。まあでもドラもあるんで、はい、そんな欲張らなくてもって感じですかね、はい。いいピンがドラです。なんちゃ猿川、ペン3層が埋まります。こちらですね、ドラを使い切れるでしょうか。パーマンを嫌っていきました。今度並びいいですね。スーピンも引き入れて単品系が見えてきます。今度も最後上がって浮きという状況。現在王位戦がね始まって次準決勝ですか、はい、今週の土曜日に開催されますが、その中で今日出ている白鳥プロが残られました、はい。そして今日だとスイッチャーなんですかね、奈良慶純プロが。タイトル戦強いですね、本当に、はい、残られております。あ、今日はテロップと音声を担当してますよとご本人から教えていただきましたなるほど、はい皆様ぜひ土曜日ご覧ください。1時からの開催ですかね。一つ井さんどうだったんですか、大井戦は。本戦に参加しました。あ、しました、はい、以上ですと、はい、もう転売ですね、6級ピンのピンフの転売、切られたばかり親の現物です。表示牌に9ピン1枚切られていますが、なかなかにいいんじゃないでしょうか。どうでしょう、すぐ出ましたね、猿川から。今度の上がりピンフ1000点です。サクッと上がってまたもや早い展開となるんでしょうか。2回戦その2局、猿川の親番、前期 B1 で昇級を決めて、そして現在2位で31期以来のA1 となるかといったところです。はい、いいです、2メンツ完成。いいですね、はい。こちらはどうですか、結構いいですね。いいですね。ペーガンコアコンの山田悪いな。あれ、ああ違うか、ダメか、ダメでしたね。ダメでしたハッシュでした。これで9締め引けてたら熱かったですね、はい、熱かったです。流せずという状況で、第1ダリアンマンを選びました。カンリャンピンが入る。これ九州引きたかったでしょうね。遅い、もう遅いよ。ただ国士無双があるかもしれませんよ、ね、流せなかったことで生まれる国士無双、国士無双。ただ早いな、イーシャンテン、イーシャンテン2人いますね、みんな早いもんああ違う、うん、あでもこれはこれでどんなんドイツ、イーシャンテン3人、親もいい、3人がイーシャンテン、ドンが出る、山田は泣かない。うん、統一が増えてきました、3統一。仕頃もあるよ。ジャントがない形、白鳥天敗、甘露門闇天です、役なし。まずは今度が天敗です。
嬉しい手がありもさほどありませんが、まあ、ドラ引きでもリーチ打つかどうか悩ましいですね。今度です。そうですね、あ、これで形はちょっと最終形が良くなるでしょうか。白鳥、ただリアンソが場に2枚見えでした。ということでつむぎりドラスーピン、こちらですね。早くもリーチが来そうな状況、これはどうします。くっつきに構えますか。ローソーを切るかくっつきに構えるか。これでもくっつきの状況ですが、はい、ローソーとウーピンのくっつきの方に構えました。まだ一瞬点くっつくか、うん、うん、違う先輩ではあります。数万残していればリャンワスチーマみたいな光景にはなったわけですね。老僧短期と官老マンの天敗、どちらも役がない状況、うん、うん、なんか嫌ですねチーピン、その間に猿川が来るか、うん、広がったけど広がりました。まあ嘘ですかね。はい、サクッとつもなんてドフリテン、それでもフリテン様、はい、後継の方じゃあこっから変わらなそうですね。ええ、現在白鳥はスッチーマンウーマンの天敗、うん、また広がったけどリャンマンですか。まあリャンマンですね、素直に行くなら。ウーピンは1枚目です。ごめんなさい、スッチーピンですね、受け入れ。まあ、ウーピンでもいいですよ。はい、お前進したけど、ドラが国士はないし、はい、ちょっと難しい。5、6、7も選択で、ね、もうこれ以上選択肢を増やすなって感じですよね、はい、それより転敗してくれと、はい、あら、来ちゃいましたよ。ないんですか、もう。急走とチュン。1枚、急走いますね。あれチュンも、両方、1枚いそうですね、って。おっと。今入ったら、でもこれ、ありますね。ありますね。どちらも3切れ。その前に猿川さんが、万全で頭できちゃったら、恐ろしいことになりますけど。なりますね。当たり牌に。初短期に待つ回です。いやでもドラなら猿川さん仕掛けるありますね。仕掛けてピンピン6じゃないですか、高めで先にですね、出た場合、はい、振り点ですがウーマン切れば6、9万9万が場に3枚目、じゃあパーワンですね。はい、山田違うちょっと白鳥さん警戒してますか、国士無双。あー、チューンがなくなった、なくなっちゃったよ、悲しいお知らせです。電波量欲しさにドラギリとかはなさそうですかね、うん、ちょっと切れる馬強じゃないですね、はい、来るか猿川、来ない、あと一つ、わー、ダメだな、はいの着方が意地悪です。意地悪ですね、3品がでも怖いんですよね。スッチンワンはどうですか、切りやすいのかな。 G1 の方がまあ、ただ親もその国士がいる状況でチューン4枚目切ってきてる、はい、で前回のスチーワンから順目も立ってる、切れる牌じゃないですね。となると粘りを見せるなら粘りづらいですね、これ厳しいですね、どれもきついですね、はい、じゃあ行くか、うん、どう行くか。数万の方、数万が場に2枚目でした。二人天敗は変わらず、降りる山田、天敗したいところこれ天敗らなかったら相当きついですね。でももう泣けないですもんね、山田さんからは。山田さん泣かしてくれないですね、
どうですか、ポンしてウーピンローピンとか。いやもうしますよドラ切り、あと1回連敗継続できた今度。どうだ、サルカはダメ、一ついた、きっつい、きっちきっち、これが履いて理想のイーシャンテンでしたけどね、今日は何なんですか、おやれ許してもらえませんね。ロン、あれも行きやすいか、スーワンロンワンロンじゃないですか、背景ででも行きやすいですもん。うん、今度からロンと言われました、手が開きます、ペイ法廷、あ、ごめんなさい、ペイじゃない、法廷です、1300。連敗していた白鳥ですが法順に回ります、勝ち取ったのは今度、まあ、降りたのってそんな失点変わらないんで。そうですね、今野さんは展開ちょっといいですかね、先手上がって先手上がって、まあでも早い段階からの役なし玉をずっと続けて形変わらずで入っているのは嬉しいですね。嬉しいですね何度も変えよう降りようっていうタイミングがありましたからね、はい、一メンツこの3局です。4勝の手配が移っていきます、いいですね、はい、猿川は一メンツ、さっきの入らないとちょっと気持ち悪いですよね。両面に変化してベンちゃん払い、ドランコじゃないですか近藤さん、しかもいい形がいい、二差し見えちゃいますね、はいはい、もうイーシャンテン、イーシャンテンですね、あれ別にイソイソとか貼らなくてもいいんですもんね、もう全然ドランコだし、なんならなんなら位相が高めレベルの、ええ、まあドラはさすがに高めか、はい、うわあ、でもこれで位相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 、まあ表示牌ですしね、狙い目とはいえ、はい、お、5万ですよ、おっとこっちのがこの後ワンズが両面 E1 とかロー1引いた時に1、2、3もなるほど残せる、おお、じゃあ打点見るならこっちの方がいいってことなんですか。そしてもイーソーの方が、はい、お、手広い気はしますが、一つ下ならイーソー、そうですね、はい、白鳥もイーシャンテン、ストレートにイーシャンテン取っていきます。このドラ3決めていきたい、今の選択はウーマンでしたがどうなっていくでしょう。あ、でもくっつきなんですね、山田さんも、あ、山田さんも失礼しました、イーシャンテンです、しかも一通のイーシャンテン、はい、ただドラがね、あと1枚しかありません。あ、でもこれなんですか、今度プロが先にイースピン引いちゃったら大変なことに、え、イーソーが当たり牌だでも引っ張らずを追えないですもんね、イーソーは引っ張りますね、これは来るか、今度の勝負手、あ、これでイーソーか、はい、で両天秤、今ひとついさんなら二差差し五五、二二差し、いや僕も多分この形か、この形になりますね、あ、じゃあ一緒ですね、これはダマだ、やめてんでした、どぎついダマだ、イスピンピンフドラさん、そして高めつもで倍満のダマ点です、スーピンは白鳥さんが一順間にやってます、で高め一枚どうするか、これリーチ、リーチはないよな、さすがになさそうだ、きつい、ね、でもきついな、あ、なるほどなるほど、テンパイ取らず、取らずくっつきの形のまま、いや怖い、サルカーもいいシャンテン、サルカーさんもでもウーピンとか引いたらテンパイ、ね、ギャンワン、ギャンワン闇テン、こうのかわされてしまうのか、いや怖い、あ、お、なになになにスーピンに見えました、いや違う、今ローピン引きで E ピンも選択肢に入りました、あ、ツボでしたピンフツボ700オール、今度の勝負手が閉ざされてしまいました、スーピン間に合ってなかったら偉い事件でしたね、偉いこっちゃ、この一瞬大差です、対局してると本当にこういうの
知らないだけで幸せになる、はい、まあ、一番乗りだったよねぐらいにね。シアトリレンちゃん重ねてドラローマン、おっといいですね。2メンツ2メンツソーズとピンスで1メンツずつ出会いはちょっと厳しくなりました。まあ、赤8チを集めますか。チートインと積みながら、はい、ちゃんとも見えるか。山田もちょいと厳しいがドラ引き、ちょっとやる気出ましたね。1チームで1メンツです。サルカードですか。ちゃんとただドラローマン、まあ、でもそうですね、なんか三色ちゃんといろいろ見ながらですかね。いいとこ引き入れて、もういいシャンテン、くっつき、いいシャンテン、冷え。ただまあドラをゼガヒでも引きたいですね、はい、ローマ引ければ3面ちゃん、はい、26オールまであります。ドラかチーピンですかね。チーピンでいっていこう、もしか悩まない先にスースーを引いとけば、あ、いいですね、最高です。先にスースーぐらい引いときたいです ね、 そうですね、とりあえずドンが重なりましたよ。これで泣きも有力になってきますかね。シゴロもいらない。まあでも、まあでもそれでも微妙ですか。打点がそこまで見えないので、ドンドライチ。まあでも泣きますかね。受け駒もあるんで、はい、なんで。あ、これでポンテンならいいですかね。トンポンはなんと小さなシャンポンになります。山田がいいシャンテン、今度はリャンシャンテン、むしろ面前リーチも高打点ですが、そうですね、はい、チラ取りも後継、違う、これはやだ、通らない、通らない、嘘か、はい、キューピンつむぎりかか、ソーズが安いがローソー2枚切れてるんで、まあ手広くですよね、親番ですし、ピンつもぎりです。見えないペー、ちょっとサルカは受けながらという端配を残しています。ちゃんだけなんだかな、これもうやってないけど取るかな、とりあえず玉とかあります、取り玉リーチまであるのか、闇天でした。ガンローマン、ドラマチ、白鳥出上がりができません。ローマン山々、3ピンを残していきます。ピンズで2メンツの構想も描いているんでしょうか。3ピン現物ではありませんからね、一応2人の数字。今度が仕掛けを入れた状況、初のポン封路していいシャンテン、このトーンは出なそうですから、残りトーン1枚どこに行くでしょう。現在テンパイは1名、親の白鳥、サルカーも先ほど一メンツはできましたがという状況。まあでも支配でプレッシャーはかけてますね。これはただリーチはもう遅いかなっていうのを考える、もしくは今野さんがどれぐらいで考えるかですね。はい、パツは一泣きでしたね。ワンズがめちゃめちゃ高いんで、そしてこのチーマン切りでチーマンチーしてカンリャンマンのこのテンパイ、ただ白鳥も出上がりができる形に変わりました。ピンフ高めドラ、サブローマンとカンリャンマンです。先ほどかわされてしまった今野、今回はかわすでしょうかといったところで、切らないもあるの。最終手出しが白鳥チーマン、チーマンワン、そうですね、マンズが高い、3ワンは中途半端になるからいいピンになるんですね。今野テンパイを崩して当たり牌は吸収です。まあでもこれで食い取ったって考えると、はい、地位で食い取った状況、はい、もう一回ローマン引いちゃえばいいんですもんね。もう一回ローマン引いたらもう山々ですよ、勝ちですね。
あ、ごめんなさい、山一です。現在一人天パに変わっていました。サブローマンの妻上がり、ピンフツもまたピンフツも700は800ホール。ただ今度もね、当たり牌だったことが確認できました。600点得しましたね。はい、みんなが日本馬です。2回戦に来て連チャンという状況。リズム誰が始め掴み始めるかですね。はい、一面図あまり良くありません。ちょっとタラッツなんで3点数は少ない。なんか小野さんちょっと面白い手配ですね。ドイツでドラドラでしたね。はい、山田はいい。なんだこれ、いいですね。はい、こちらはサルコワさん、シャーン悪くない。二面図ドラの生かし方したい。白鳥が一番きついですね。きついです。あんこが一組、統一が二組でドラドラです。単品系の山田、あ、これで初重ねた、やりやすくなった。はい、現状はリャンシャン店。数万切りとしました。ドラを使いたいんですね。キューピンがドラです。あ、これは嬉しい。一気に追いついてきた。あれ？ん？これはもうまたトーンは仕掛けれますね。トーン泣くといいシャンテンになります。ドラドラですからね。おっと、なんだこれ。あ、もしかしたらドラ出る未来は？ありますね。ありますね。なんか嫌な形になりますね。トーン切りとなります。トーンがこのポン。仕掛ける。あ、そしたらドラも鳴きやすくなって、ドラポン点になりました。初をポンして、ドラ短期、ドラは山になし。これじゃあ猿川さん、ウーピンとか引いたら変則3面でドラ切りも大いにあるんでしょうか。そうですね。端牌のドラ。ただ今度は一鳴き。本野さんは古い方じゃないですからね、選手として。そうですね。先天。天敗。リーチ、こんなリーチは見たことない。福でリーチですが、まあこれもちょっと手代わり待ってるよりも止めた方が強いと。足止めってことですか？足止めもあるし、はい、まあもう この形で勝負しなきゃ先送りはできないって考えたんですけど、ええ、まあ。このコノプロのスーピンを見て、はい、あれ、ああ本手だなっていうところでの戦いですね。ローソーですもんね、もうここで、はい、パーソーと自身で3万を3枚使ってるこのシャンポンリッチ。コノプロがこの推しって考えるともう、で、猿川プロは、はい、今 E1 でドラ短期テンパイ外しましたね、はい、あのコノプロが推してるってことはドラがそこにあるでしょ。じゃあドラ短期にあんまり目はないよねっていうところ、自分の上がりがないだろうと、はい、暗号としていきます。さあ白鳥にピンチとなるのか。パースはただ山に2枚。天敗チーマンとキューピーのシャンポン待ち。チーマンが残り1枚ございます。キューピーはありませんが、1対2の勝負。枚数では有利白鳥。残り2枚、6球間に変われば、ね、チャンスが広がる。めちゃくちゃありません、6球満一つ井さん。これめちゃくちゃあるんですけど、ちょっと待って。手牌に1枚手牌に1枚。6山の河野さんといえば 何山でしたっけ。なんか A1 でね積まれなくて、それが伝説になっておりますが、ただ今後今は2人で積もってるようなことじゃないですからね。生きるでしょう。6対2ロー。うん、さすがに今度の上がりとなりました。トンドラドラです。3900は4500。大丈夫でしょうか。はい、マシラトリさんもリーチ打ってこうされると、まあそうですよねといった結果でしょうか。サブローワンで打って
ったよりは多少悲しさが楽です。はい、はい、今野が決めていきました。3900、そして親番オラバチーピンです。ゼロメンツ、両面とアーツが2組、続いて山田、なんか一メンツ、留意すごてきたのがありましたね。おりましたね。3466688、白鳥はすでに2メンツ完成していました。ドラマの山に3枚、おおっと、すごい G1 引いた。ただ留意層が崩れちゃった。留意層はあとこの公式ルールだと初が、はいないとダメなんですもんね、はい、WRC ルールだと発がなくても成立すると、はい、発がここに来ます。もうイーシャンテの山田、目いっぱいはスーピンです。ただ外すならこの Q1 を外してタンヤオがつく手代わりの未来の方が、まあ、打点や柔らかさもあるんでつもぎりになりますね。スーピーの横伸びとかいうことですか。そうですね。まあ、こちらも形が良くなってきます。いい伸びを見せるのか、それともこのままテンパイが入るのか、誰かはちょっと苦しい時間となっています。目いっぱいの白切り、さあ伸びてきました。初一泣きしなかったんですね、近野さん、はい、親ではありましたが、ここで数ピンというバランスで、なんか山田さんらしいとも言えますが、そうですね、まあ周りの進行状況とですか、ね、え、ゲンマンではなくリャンマン、ドラーチーピン、3ピンピンか、5ブロックの状況です。はい、うん、一応9万って選択もありましたか、さっき。9万、まあありますね、リーチはスッチーマン、山田の先制リーチ1300リーチです。ただこの状況で山田さんが1300リーチっていうのは読めないですね。読めないです。ただ何切りリーチなんで後継なのかなっていうのはちょっとあるんですかね。あ、でも何はしょん、あ、1枚切られている状況。まあ高そうに見えますね、その前がスーピン切り、はい、手出しスーピン最初手出しな、今野も、はい、リーチが入ってなければという状況だったんですかね。そうですね、このリーチは山田さんっていうのも含めて、込み込みで行きづらいですね。サルカーもいいシャンテンですが、愚形が残ってドラ1だと、はい、そうそう、完全にみんな下ろしましたね、はい、撤退です。いい1300の方リーチになっております。はい、ここまではチーマンツモツモ上がりとなりました。リーチツモ500銭、もうちょっとみんな苦しんでもらってもよかったですけどね、はい、ストレスをためてこれヒロさん初上がりじゃないですか。これでやっとですね、やっとでもこのツモは嬉しいですね。はい、そして何入2回戦です。山田の親番、もう山田さんも8年目の A2 リーグです。 A1 には24期の頃にいました。ずっと昇級候補と言われる一人、一メンツ3色見えますね。ペンちゃんから洗っていきます。それかもうコンリャンピを振っていいシャンテンですね。これただただただイーペイ後継のいいシャンテン、白鳥さんは悪い7子、本能も良くはないですが、ソースの本質が見えますかね。ドラ色、猿川が早くもイーシャンテン、ハイパーイーシャンテン、ドラドラになりました。でもこんな悲しいドラが、なんかの役は、まあ、ファンパイは切れないですね、はい、と縦残して
デモマチというとか販売とか、はい、そうですね、あれ一気に変わりましたね。気持ちいいです。いつも見えて本一まで見えて、島田さんもちょっと難しい。7、8、9は見たいですよね。さて、はい、さて どうだ。これも残したリャマスが払うか。はい、なあ、ピンズはちょっと触りきらないですか。おお、ピンズが高く、あのピンズが高くなりそうっていうので、タイミング測ってたんですかね。お、3万は切りませんでした。あ、こっからいった。三蔵はいかない。苦しい仕掛けではありますが、ちゃんと経過、自敗の重なり、ドラドラの白鳥、十分経緯つくつき、一通が見える。今度はイーシャンテに変わります。うまく残したチーマにくっついたパーマン。決めることができるでしょうか。白鳥山田も親番広がります。イーシャンテン三色は崩れる。789スーピンも入れない。まあピンズ高いですからね。はい、あ、これで3色は復活したけど3眼光もある。難しい。なんだこれ。チーピン、ピンズが高いなら。1枚切れだけど、そうですね、まあ、イーペイ光と3眼光が残る形、はい、ソーズが先に統一になったら数眼光まで見えると。はい、違うけど取りますね。これドラに伸びる可能性がありますからね。一旦取ります。役なし関数層。今度山田も3暗号が見える。イーシャンテン、それかもずっとイーシャンテン初めからイーシャンテン、ハイパイからイーシャンテンです。白鳥はペン3ピンの地を入れてドラ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 。あ、これで9層は表示入ったけども、数暗号イーシャンテン9ピン9層パーマンです。9ピン泣いた、泣いてトイトイのテンパイ、つもり3あんこパーマンと9層、どんどん風呂が入ります。白鳥2風呂、これ役割、役割スッチ層ピンフドライチ闇天。決着つきそうですけど、9層とパーマンが当たり牌。白鳥は急走欲しい。はい、いやいやん急走1枚残ってる。パーマも残ってる。サラカワさんはテンパらない。ローソー数走白髪しか引いてない。今度の上がりとなります。ピンフドライチ2000点、白鳥が宝珠に回りました。圧倒的上がり回数ではないでしょうか。このね、スーピンのね、はい、高打点の点決まらなかったですけど、それを取り返すようなね、上がりを ね、決めておりますよね。ドラチーソーサルカオヤバンワンチャ白鳥、そしてシャーチャ、今度は関連マンが入って一メンツ、ベーチャ山田一メンツです。マンズの一通、三色もあるか。手配的には今局どうですか。そんなに、そんなに、そうですね、はい、変化が必要なので、そう考えると、ええ、まあ親チャンスですかね。猿川さんですかね。あ、でもここはもうイーシャンテン、イーシャンテンですけど、ええ、リーチに行く形にもまだはまだちょっと遠いんで。確かに変化を欲しい。猿川2万7000点です。
つを切っちゃってるんで。はい。今度も自敗がバラバラと。お、ドラが来ました。猿川。あ、そう、残してくっついて。こちらにもドラ。広いんだけど、関連ピンでリーチ行くかどうかっていうんですかね。1、2、3を追いますか。残していきます。1数層、数層も残しました。徐々に形は整ってきますが、これもうウーピン切ってカンリャンピンの時にリーチ行くかってもちょっと行きやすくなりますかね、これで。ベース3番が回りました。山田あるか。おつもが効いてますね。超いいシャンテン。はい、関連層と関数層のいいシャンテン。大野さん、どこまで伸ばしましょう。もう数層先入りとか。あ、もう3色は見切った。ここで両面立つ2組できて3色は見切っていきます。山田さんがいいシャンテン。はい、こちらも猿川広くな、ずいぶん広くなったいいシャンテン。形が変わっていいシャンテン。これは、これはウーソーとかもある。ええ、でドラが出ていく可能性もありますけども、いつの変化や。いや、まあウーソーを切った場合、まあ多分3ピン1ピン払うことないですかね。あのドラが出る形になるんだったら。アッサブローソーとか3層引いた時は。あ、でもリャン急層切りましたね。のドラダイレクト引いた時をだけ残しますね。はい、バースは場に0枚。リャンズ遅い。ローソン、これは、なんで、さっきの裏目にはなるんですが、ただ1通目は残したいんで、ウーソー切り玉か、玉っていうかウーソー切りか、ピンズここ、ピンズここで払うのも遅いですかね。サブロソーがよく見えてれば、急走とかあるんでしょうが。まあ、ウーソーが普通でしたね。いつを見てウーソー切りとなりました。ちゃんと候補ができます。これはずいぶん伸びた。ちょっと気持ちいいですからね。リッチとなります。リッチピンフドラ、先制は山田6球ピン。それに対してこれはもう追っかけ、追っかけリーチ、親の追っかけサブローマン。リーチドラ、白鳥入る余地はあるか。ドラ行きたい。行っていいですか。関リャンピン悪いかな。リャンピン一つ井さんどうします。二軒リーチを行く価値ありますね。ドラドラ、はい、一気に三軒リーチ。え、リャンピン、あ、ここに2枚あった。ここに2枚。山々です。ただリャンピン、サブローマン対6球ピン対最終おかげが関リャンピン。サブローマンも今減りましたからね。枚数数えてみます。ということは6球ピンが、はい、一番強いのかな。2、3、4。サブローマンは2枚しかありません。6球ピンが4枚。4枚、4対2対2。それは分かんないですね。どんどん減る。あれオヤリーが厳しくなってきた猿川。枚数は山田、ロービン、ロービンだ。山田の上がりとなります。リーチピンフドラ3900プラス2000点。はい、リーチ棒ゲット。そしてラス前2回戦、7、3局、ドラリャンピン、白鳥の野番です。いまいち？ちょんちょんがちょっとやる気起きなくなりました。はい。あ、ダブナンといつ？今度373のトップ目。ただ簡単にダブナンだからって仕掛けてるような形ではないですね。はい。山田の方が手形はいいですか？ですね。あ、まあ、それかもいいですね。ですね。ただまあ、上がりよりはちょっと打点も見たい状況なんで、猿川さんは。22100点。残す2局。これはもうちょっと上がりを前提に進める感じになりますね。引き締まる山田。
山田は現在2着目、364。これで一メンツとなります。これいろいろ見れますね。ソードの移行や、ただドラガリアンピン、あ、間を取って、間を取って、もうワンズを払うかどうかとかがあったんじゃないですかね。今4-2ですね、はい、もう一個ファンパイあれどれか重なれば染めてにもいきたいですね。その場合はまあドラのくっつきだけ残してって感じに、こちらです。あ、何個になりましたよ。何個になったら、まあ、もうとりあえずとりあえずどれでも入ればいいやってなりますね。ザルカンを目いっぱいにするのかどうか、白車は残していきます。これでヤンメンにも変化して形が落ち着いてきました。うわ、うれしい。ウィーシャンテン。シアトリドライバー。あ、こっちもうれしい。最高。みんないい日しますね。はい、G1 ですかね、ドラーがあるので。ひとついさんは、今野さんの手で、はい、とりあえず急走がジャントになって転破したら、はい、闇点ですか、リーチですか。闇点ですかね。闇点ですか。ドラがあるわけでもないですし、ダブなんですが、大家も遅そうには見えないですね。はい、サルカはこれで2メンツ上がりまでの道筋を残すなら、ちょっとスマートに構えておきたいって感じですかね。はい、先ほどピンズがドラの受け入れはなくなるけれども、形は3ピン、イーシャンテンは広がっています。ドラが浮いている状況、山田ドラ短期を残すのか、イーシャンテン、ただドラ2枚あるんですね。残ってますね、リャンピンがドラで残り山に2枚、じゃあ山田さんが重なることも十分にといったところで、今度はリーチの選択でした。サブローマン、あー、ローワン、いきなりキャッチ、当たり牌です。切ってもおかしくないですか。全然安全牌ないですね。ウーピンが一応現物1枚しかないですね。じゃあローワンっていうのもありますね。はい、そうなると5-2の宝珠です。いやー、これは難しい。ウーピン以外の選択肢、お、まあ、とりあえずウーピン、なんか1枚しかないと結構いっちゃうかなって思いますけどね、あの手形だと。ただじゃあ打点って自分がドラ引いた時以外は、そうです、ね、じゃあ最後ドラ短期でいつまでも押すのかってもあります。今野さんですからね、リーチ、はい、あ、これ1、2、3の差し込み見えた。これ5サインになってますね。白鳥です。山田はウーピン、ローピンと一旦崩して、次から、はい、ね、白鳥もいけるかどうか。イーシャンテンは変わらず、来たのはチーマン、チーマン、5サインは変わらずでしょうか。いや、チーマン行かなきゃいけないのはウーソー、チーマン、行った、行きました。親が来ています。これはパーワン、はい、あ、そっか、今町はサブロマドラいらぬが切れるの。イーピンが4枚見え、いやいやいや、ダメかドラマタギやるなら、おお、行きました。短期かシャンポンがありましたが、このドラ見ると今野さんもちょっと嫌ですね。ちょっと嫌ですね。闇手の選択もありましたからね、はい、実際サブローマは薄いです。天敗だけど、この天敗はちょっと、リャンパはそう、ま、役なし、リャンピン、イーピン、スーピン、これスーピンはちょっと微妙にいきやすいんですけど、はい、ただダマに構えたかったのリーチまではいけないですよね、展望ないし。パーソー2枚目、ザルカはテンパイトラズの選択、役割になればという状況でしょうか。そして手を止まった白鳥はチーの、チーしたらこの子どこまで、チーして1球、
嘘をして、ええ、ただ嘘も嘘もいつか押さなきゃいけない牌なんですよね。イーマンが今3枚目ですね、はい、泣き時ではありそうですけどね。一つ井さんなら泣きますか、この状況。泣けないです、僕は。泣けない、泣けないというか、その前ぐらい、そうですね、千葉までは行って両ピンで形変わっちゃってますね、ここは難しいところ。泣いて生ききれるのか、嘘は切るのか。泣かない選択としました。サブローマン、ローマンが残り山に2枚という状況です。あれあれ、また戻ってきましたけど、あ、でもローアン出ない形、はい、あ、これ残り1枚。それかいいシャンテンをキープ。親も来ています。曲は流れるのか。いいシャンテンに戻ってきてますね、山田さん。山田さんが甘露ピン、リャンウアのいいシャンテン。残りつもあと3回。白鳥リーチ、ダブナンのコンノ、粘る山田。サルカもテンパイ取らずからの粘りを見せています。一応いいシャンテン、当たり牌です。ただ筋がもう結構限られてきましたか。さすがにもうここで、悔しいですが余儀なく撤退。今野としては嬉しい展開ではありますね。そして猿川が、いや、どれもいけない。一応そうですね、いいシャンテン残しきれないですね。というか安全牌はあるんですね、チーソーがありますね。ローソーとかチーソー、親も結構来ているのと思えばチーソーの方が有力でしょうか。ただ親が E1 で止まった後のリャンワン外し、はい、どう見るか。何を勘です。ローマ1枚ありましたっけ。あ、0枚でした。上がり早もう山にはなくなってしまっている今野ですが、でもダブナン勘はもうみんなのやる気を喪失するのに十分ですね、はい、タイミングが遅いぐらいでしたね、はい、配定が白鳥に変わります。三者粘りながらでしたが転敗できず、これが配定流局です。まあ、コーナーさんも一つリーチというのがね、ちょっと意外な選択かなとも思ったんですが。そうですね、まあ、ただトータルポイントとか考えたら、はい、チャンスは出るっていうことですかね。リズムダブナン大きいですからね、はい、そしてオーラス2回戦、強卓1本1本場、今野が親番、ドラはパーピンです。あの白鳥黒が E1 泣いてたらローが流れてたんですね。流れてました。そしたらリーズのダブナンで2300、まあ、知っては免れないような、そうですね、状況だったんですかね。さあダブナンといつ次は山田です。さあオーラスとなって持ちポイントどうですか、ひとついさん。どうですかね。白鳥黒も1通7700欲しい、ええ、山田は354なんでも状況、まあでもそうですね、1000点でも仕掛けますね。ダブナン、はい、こちらですね。積もったらか、まあドライチがあるからもう仕掛けますね。39サルカワは21100点、まあ、サル白鳥のとの差は2100点、まあでも普通にこれも7700上がれば、はい、浮きになりますし、強卓あるんで、そして白鳥がもうくっつきの形、いいシャンテン、まあこのイーペーコーかドラかの方、一通かの三択ですよね。一通は残したいでしょうか、ローピン切り。一通はまあイーソーの方引いても一通が残ってリーチいけるんで、はい、しかもリャンハン、浮
雪の状況見えてきました。白鳥、今度はトップ面で迎える親番です。ザルカはドラが1枚、マンズいらない、テンパイ取らず、イーソーがまだ山に3枚残ってます。酸素がこれで残り2枚に、いけるか。いつで考えていますが、ワンズのイーペイコーの形はもう残さなかったってことですね。はい、ソーズ1本で白重ねたらどうするんですかね。白トンシャンポン、よよえ、ああ一応、いや、その積もっても条件満たさないし、はい、いかないんじゃないですかね。うん、なるほど。だからもう完全に白は安全牌を残すかどうかだったんですね。山田は4統一、何落としがあるか、チーピンか。チーピンとなりました。白は場に1枚目、猿川も白を抱えます。来ました。これでリーチ、はい、文句なしリーチ。ソースが死ぬほど高い方でリーチただ山に2枚リーズも1通は浮きに回ります。三蔵は山さあ、今野さんリーチを受けて、白鳥さんの23,200点のリーチ、まあ結構打ったら、はい、山さんより下にはなりそうだな、はい、浮きは確保できるわ。ドラドラになりました。イーシャンテン猿川、この受け、山田はどうだ。そして猿川も勝負、211テンパイリーチ、楽しくなってきました。勘嘘、勘嘘、嘘1枚しかないけど2対1の勝負、大差はありません。三蔵対決になるかもしれなかったんですね。そうですねそれも見たかったですね、はい、引き合いはソーズ対決になりました。猿川対白鳥のこのオーラス、どっちも浮きじゃないですか、積もれば。そうですね、もうリーボーも出てるんで、ええ、リーボー3本だから、にににに白鳥さんは出上がりでもいけます。いける、いけますね、うん。山田の手が止まりました。さあ考えましょう、二人に通る範囲、そして自分は行くのかどうか。三ピン切り、何も切れ落とせないんだ。はい、何はションパイです。これは結果でかいですね。はい、まだ山に2枚と1枚、この二人のリーチ、今野さん行きたくないですよね、これで完全撤収ですかね。二人でやってくれと、どう撤収しましょうか。どう撤収しますかねこれ3番が打てるのか、3色は2差しが残るか、何なんはダメ、何なんはダメですね。うぴん、あの白鳥さん、あの想図の可能性もあるんで、何なんはとても怖いです。当たった時高いしとてつも、ただまあリーチって言ってるんではいっていうのはありますけどね。初は同じ理由ですけど、いや、いやですね。うん、でもただまあ、ないです。あ、嘘か、いや嘘はダメじゃん、ダメですただ嘘を触りましたね今、はい、宝珠は5、2です。猿川の上がりと、ただこれ嘘、ドラは綺麗ない、ワンズ三ワンか、はい、ウーソーか、むずい。手の内には当たり牌は3枚、三三五が当たり牌で、どれもなんか選びそうな、三ワンとウーワンとウーソー3択、うん、
3万もありますね。これはこの選択大事ですね。はい、筋は3万と嘘、白鳥には嘘が現物、猿川には中筋、はい、パーピンはドラ。ここは時間を大いに使っていきたいところ。パーマンもあるな。パーマンはどうしてですか。ローアンの渡り、嘘だ、選び抜いたハイガロン。猿川の上がりです。リーチドラドラ、5200は5500、ぴったり沈みになる。そして猿川は白鳥を起こしました。これで2回戦が終了です。トップから今野、2着山田、3着猿川、4着白鳥の並びで終了です。続いて3回戦お届けいたします。